アフマド・ハサン・アル・バクルは、イラクの政治家、軍人、イラク共和国大統領。最終階級は、陸軍元帥、ティクリートのアルブナーシル一族の家に生まれる。1932年に、市販学校を卒業して、教師となるものの、その後イラク軍に入隊し、1938年から1941年に、師官学校で学ぶ。 1941年に起こったラシード・ア・リー・アル・ガイラーに率いるゴールデン・スクエアによるクーデターとそれに続くアングロ・イラク戦争にも参加し、投獄された経験がある。後に、軍大学を卒業し、イラク軍で各職を歴任。自由昇降団員となり、1958年のイラク革命に参加し、バースト党員となる。アブドル・カリーム・カーシム政権下では、 バグダッド条約機構からの脱退に協力した。1963年のラマダン革命で第一次バーストー政権を樹立して首相となるも9ヶ月後の1963年11月イラククーデターでバーストーは政権から放逐されてバクルも投獄される。この頃にはバクルはバーストー地域指導部署基長となって 禁煙のティクリート出身者を徴用する縁故主義を進め、後の彼の後継者となるサッターム・フセインともいとこであった。1968年の7月17日革命でバースト政権が発足すると、バクルは大統領兼首相及び革命指導評議会議長に就任した。1973年から国防省も兼務した。1968年8月に、 閣僚ポストを提案して、怪獣を試みるも拒否されたため、イラク共産党を弾圧する。しかし、1972年4月9日、石油産業の国有化のために、ソビエト連邦と友好協力条約を結び、与党にすることができたイラク共産党から2名を閣僚にした。1970年から1980年まで2度の石油危機もあり、 年率11.9の経済成長で、イラクの一人当たり GDP と、石油生産はピークに達し、世界第2位の石油輸出国になり、教育も向上する。しかし、バクルの大統領としての権威は1977年に、革命指導評議会副議長に就任した、サッターアームが、革命指導評議会メンバーと閣僚を、自分の側近に入れ替えて、以来、低下していた。 国民も大統領宮殿をかの名称の墓場と呼び、サッタームもバクルをあの軍人様は手の空いた時間を国政とは無関係なことに費やしている。彼は思い出に使って生きているだけだと下げ住んでいた。1979年に病気を理由に大統領職をサッタームに譲って政界から引退したが、実態は副大統領サッタームを中心とした。 1978年10月に対立するシリアのハーフィズ・アル・アサドと結んだ統合検証に反発した幹部の旧帝空デターによる追放と考えられる。1982年10月4日、68歳で死去。ありがとうございます。